本日のゲストは沖縄からのお客様、沖縄出身でも現在は高知県在住の兼業農家バンド、ん？何でしょうジャーバーボンズのヤスさんと高野さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。どうもジャーバーボンズです。ジャーバーボンズ、はい、読み方はこれで正しいんですか、ね、読み方ちょっと残念な感じで、あ、まあ、しょうがない感じで大丈夫です。ジャー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 バーボンズ、当たり当たりです、はいはい、ジャーバーボンズってみんなかっこよく言ってくれるんですけども、はい、じゃあ、はい、しょうがないのジャーなんで大丈夫です。そうなんですか、はい、え、由来がそうなんですか。そうなんですよ。もともとバーボンズでずっと活動してたんですけども、はい、メジャーデビューを機に名前をガラッと変えようかって話したんですけど、はい、結局お前らこの名前で変えていいのかと言われた時に、うん、いや変えたくないですって言ったら、うん、メーカーの方がじゃあバーボンズでいいんじゃないか、あ、それいいですねと思ってのジャーなので、しょうがないのジャーですね。いやー、そんなジャーバーボンズの皆さん、はいはい、今日来てくださってるのは高野さんとヤスさん、はい、ボーカルのお二人なんですが、6人バンドなんですね、はい、他の皆さんがベースのオーワンさん、はい、リーダーですね、はい、そしてギターと三振のコウジさん、はいはい、弟さんだとか。そうなんです、僕の弟ですね。全く似てないんですけども。そうですねそうですね、はい、でギターのシモンさん、はい、そしてドラムのチナさん、はい、はい、そうですね、チナさんなんですね、うん、皆さん高知県に住んでらっしゃるんですね、はい、はい、去年の4月からじゃあ1年、はい、ちょっと経ってますね。ちょっと、はい、どういった経緯で高知に、あの、まあ、僕らこう夢を追っかけて音楽をやってるんですけど、うん、その時にそのいろんな全国ツアー回った時に、うん、高知県に初めて行って、うん、でその時にもう俺らと同じぐらいこう命かけてお前らの夢をもうそばで応援してやるぞっていう一人の方がもう高知の人で、うん、その人と出会ってから、うん、もうやっぱいろいろ進んできたんですよ。そうね、その出会いからメジャーデビューのきっかけも、はい、その CM の曲とか今使われてるんですけど、うん、その全部きっかけが高知県だったので、うん、じゃあその人の元でちょっとやってみようと、はい、高知県6名で今移住して、うん、はい、まさかの男6人で共同生活そうなんだ。そうですね、一緒に住んでるんですね。そうなんです。いや、沖縄に住んでる時はみんな別々だったんですか。そうですね、実家だったりあとアパート借りてたりとか、はい、バラバラだったんですけど。みんなで住むのはどんな感じなんですか。もう本当に何でしょうね、残念な部分もいっぱいあるんですけどでもやっぱりあの、まあ、沖縄で、うん、あの別々で住んでる時よりかはすごいこう会話が増えたというか、ミーティングをしたり、はい、こう自分らの思ってることを言い合ったりとか、うんうん、やっぱり一緒に住んでるからこそこのライブの息もどんどん合ってきて、うん、もう今では曲をこのお客さんの雰囲気を見て、うん、ちょっと次はこの曲じゃないなって思った時に、まあ、アイコンタクトで、うん、あの別の曲に行ったりとかできるようになってるんで、それに関してはすごい、うん、あのいいなって思ってますね。そうですね、ただね、隣の部屋からもすごいいびきが聞こえてきたりは。あ、そうなんですか僕は聞こえたことないですけど、ね、お前だから聞こえないだろうそうか、日常的にそうやってこう自分たちの暮らしと暮らしの中に音楽が入っているような感じなんですね、はい、うん、そうですね、もう嫌でも顔合わすんで嫌でもってでも本当その意思疎通だったり、はい、曲作りもすぐ今集まって、うん、これじゃあコートつけてよとか、うん、そういうことができるんで、うん、沖縄にいる時とはまた違う部分ですごいプラスな部分が多いかなっていうのは、はい、そうだね、はい、そうですね、うん、先ほどあの言ったんですけど兼業農家バンドって書いてあってこれはどういった、あのお米作りを、うん、棚田をしてるんですけども、お米作り、はい、さらっと言いましたけど、はい、皆さんそういうことはバックグラウンドにあるんですか。沖縄では、いや、やったことないです。初めてですね、沖縄だったら、うんうん、そっかそっか、はい、自分の実家とマンゴー畑とかをやったことあるんですけども、うん、米作りはやったことなくて、うん、でもただ、まあ、住んだことない高知県で、うん、人との触れ合いをどうやったら、まあ、作れるかって考えたら、うん、必然的に棚田になっちゃって
そうなんだ。それやることでやっぱりその地元のおじいちゃんおばあちゃんとか、あと子供たちとか、そういう子たちとやっぱり方々と話して、こういろいろ勉強になるんで、それに関してはものすごいやっててよかったなって今思ってますね。ということは、まあ去年からということは、はい、去年の秋ぐらいに新米の収穫はあったんですか？そうなんですよ。稲刈りもしっかりして、あの棚田なんで、機械が入るところと入らないところが、もうあるんで、僕らの田んぼは全部手で、そうなんですよ。やって。今日なんとそのお米を持ってきましたよ。うん、リリリリリこれ、はい、JBB 米でございます。どうぞ。ちょっとお手紙も添えて。すいません、あ、ちゃんと手書きの、はい、ありがとうございます。ゆっくり読みます。はあ、すごいな。いや、これ売ってるんですか？いや、これはもう本当お世話になってる方にあげるだけの、あの米なんですけども、やっぱり自分たちもね、そう、自分らで愛を込めて、愛情込めて作ってるお米って、めちゃめちゃ美味しくて、曲も一緒なんだなと思って、音楽も、愛情込めて命削って作ってるじゃないですか、時間使って、やっぱりそういう風な愛情を込めたらいい曲ができるんだろうなって信じてやってますね。そうなんですね。さて、ジャーバーボンズの皆さん、先ほどもちらっと言いましたけれども、はい、なんと CM ソングで、はい、今全国で流れてるんですね。大道ドリンコの、はい、なんとミューで流れてますよ、はい、ちょっとそれ、あの私に来ないのっていう、聞いてないなー来なかったなー話。そうなんです、ちょっと親近感の枠、ミューの CM ソング、本当に清涼感あふれる CM ですけれども、早速その爽やかな曲聞いてみましょうか。はい、はい、ジャーバーボンズでブルー。スタジオにはジャーバーボンズからヤスさんと高野さんをお迎えしています。はいさいさいはいさいさい邪魔してすいません邪魔しちゃった邪魔しちゃった。さて、皆さんは6月の4日にセカンドアルバムがリリースされています、はい、その名もジャルバム02なんですよ。ジャルバム、はい、JALBUM02 ジャーアルバム、ジャーバーボンズのアルバムを略した感じですね。ジャーアルバム、はい、このアルバム成分っていうのが気になっていてですね、超高カロリー聞くだけで太るっていうね。そうだよ、自分らで書いたな、そういうの自分らで書いたのに忘れてました今結構このバラードが入っていたり、はい、歌い倒すような曲が入っていたり、うん、みんなでわちゃわちゃ踊れる曲、うん、振り付けがあって、はい、そういう曲があったり、デラックス弁当みたいな感じのアルバムになってますあの高タンパク高カロリーの、それだけずっしりと、はい、濃いアルバムになってるってことですね。そうですね、この曲アルバムを聴いたら、今のジャーバーボンズが分かるようになってますので、うん、ぜひ聴いてもらいたいですね。そして恋がしたくなる効能もあると。そうなんですよ、これやっぱラブソングがあるんですけど、うん、やっぱツインボーカルでそれぞれが曲作ってくるんですけど、もう作り方も全然違くて、で僕はあの結構明るい感じなんですよ、あのラブソングでも、もうお前のこと好きだよみたいな、はい、でもこっちの高野は意外ともう本当に繊細でデリケートな曲を作って、もうお前愛してるぜみたいな感じを作るんですよ。バラとかじゃないかってごめんなさい失礼しました。こいつ自転車乗れねえのにっていうそうか、その繊細な部分というのを隠し持ってらっしゃるんですね、はい、もう曲作りからちょっとヤスとは違うんですけども、はい、ヤスはこうドライブしながら、空見ながら曲を作ったり、海に行ったり、はい、ただ僕はお家に引きこもって、こう電気消してあのパソコンをパチ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 ってやってる感じですね。なので必需品が、まあスナック菓子みたいな、お供に、お供に、まあ共に生きてる感じですね。かっこよくないけど。この体験も職業病みたいなもんですね。あいつ込むところだよ。そして気になるのが、はい、綺麗な言葉ですね。これ島ぐくるというのが書いてあるんですけれども、はい、これ漢字だと
島の心と書いてますね。はい、そうですね。これは沖縄の言葉ですか？はい、沖縄の方言で島ぐくるって言うんですけども、はい、この曲はインディーズの時にも CD 化されていて、うん、でまた改めて僕らいろんな人に支えられて今この場所にいるので、うん、改めて成長した今の島ぐくるをメジャーの舞台でしっかり CD に入れて聴いてもらいたいなと思って、また改めてレコーディングしました。うん、なんか曲って育っていくじゃないですか、ね。うん、でその中で今こう自分らが歌える時とあの時歌ってたこう歌詞の歌い方ってなんか違うなと思って、違いますよね。それが今の状態で歌える島ぐくるが、うん、やっぱみんなでもう6人でも最後の最後まで話し合って、うんうん、できたこう今回のアルバムの中の島ぐくるなんで、うん、そこもなんか聴いてもらえたら嬉しいなと思います。そうだね。では聴いてみましょう。はい、じゃあバーボンズで島ぐくる。はい、ね、離れて歌うこの歌というのはまた違うでしょうね。そうですね。もう地元離れての、うん、まあ改めて歌う島ぐくるというのはやっぱ違いますね。うん、もう沖縄離れての島ぐくる、思い入れがやっぱりあって、うんうん、今はもう第二のふるさとになっている高知に住みながら、あのそういう島ぐくるも思い入れて歌ってるんですけども、うん、たまにやっぱり沖縄も思い出しますよね。うん、そうですね。さて、じゃあバーボンズ、このアルバムジャルバム02発売記念インストアライブツアー、今真っ最中です。はい、四国を中心に回られているんですが、近いところですと今週末6月27日から29日は毎日愛媛の違う蔦屋さんを回るんですね。うん、はい、そして7月中旬からは四国広島以外にもライブを予定しています。そして夏には全国ワンマンツアーも決まっています。はい、待ちかね。はい、ジャーバーボンズジャールバム02ツアー2014ハイサイスコブルー楽しいさ。そう、これブルーかけてるんですよ。そうですね、スコブルーになってますね。スコブル楽しいさってことですね。そうなんですよ。8月の26日愛媛から全国を回って、最後はもちろんホームタウン高知、12月の23日ですね。はい、長いツアーですね。そうですね。でもなんか楽しみですよね。はい、あの行ったことない県というか、うん、ワンマンが初めてなところがたくさんあるので、うん、はい、なんかアルバムを聴いて、そうだね、なんかこう来てくれたら、うん、ね、僕ら振り付けの曲が多くて、はい、結構踊るんですよ。そう、あの演奏隊も楽器置いて、うん、みんなで6名で踊ったりとか、はい、そういうのも含めてそうライブでね、いちいち教えるので、うん、はい、僕らはそうか、いつ初めてでも大丈夫。そうなんですか。なんか初めましての人が多いこのインスタとかでも、はい、多分見てもらえたら、あの一緒になって歌ったり踊ったりできるんで、うん、ライブぜひ来てほしいなと思います。ね、うん、あなたの街に行きますということで、はい、ジャーバーボンズツアーも楽しみにしていてください。はい、今日はジャーバーボンズのヤスさんと高野さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。帰ってお米の感想をちゃんと伝えますね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。